なまり高校放送部は1年生8人、2年生8人、3年生3人の合わせて19人で活動しています。先輩後輩関係なくその話し合えて、部活以外でもゲームしたりとか一緒に勉強したりとか、とても仲がいいです。普段部長として1年生、2年生、そして同級生の2人もしっかり一人一人見てアドバイスしたりとか、コミュニケーションをとって明るい部活にしようとしています。2人ともとてもアナウンスが上手で、編集技術もすごく高くて、とても可愛いです。これからもその他の部活に負けないぐらい明るくて笑顔の絶えない面白い部活にしてください。で、私の将来の夢が声優であって、その声優に近づくためにやっぱり放送部で活動した方がスキルになるのかなって思って私は放送部に入りました。人前で喋ることが苦手だったんですけど、イベントの司会とかを経験することによってちょっとは、なんだろう、その苦手意識が飛んだというか、そういう成長を感じています。一つ上の先輩が卒業する手前にサプライズで動画を作ったことです。顧問の先生が先輩方大好きだったんで、今の3年生3人で避難まで行って動画を撮ってそれを見せるっていうことをしてました。これからもみんなで協力してさまざまな場で活躍できる部活にしていってください。部長は明るくてフレンドリーですごい元気な部長です。副部長はしっかりしていて、喋りでも機材でも何でもできるすごい副部長です。司会とかアナウンスとかするのがすごく楽しかったです。映像作品は放送部に関係する作品を作りました。放送部っていうのはどんな場所かっていうのをテーマに作品を作りました。期間的にも全然間に合わなくてすごく大変だったなって思ったのと、みんなでやる楽しさを感じました。新しいことにどんどんチャレンジしていって、もうこの放送部はすごいって言ってもらえるくらい活動してほしいと思います。次回は名張高校生が使う私物をご紹介。お楽しみに。あっちどっちそっちへ。